せーの。はい。え、なにこれ、なにこれ、なにこれ。さあ、始まりました。カモミールチャンネルということで、私はみんなの上司、コスモスでございます。よろしくお願いいたします。さあ、本日はホワイトデーということでですね、前回バレンタインデーにね、ハルピョンから散々なチョコレートをいただきましたんで、今回私なんと、ホワイトデーに生子をプレゼントしようと思います。では、レッツゴー。カモミールチャンネル。あ、もう始まってます。え、どうも、こんばんは。おはようございます。はい、こんにちは。ね。はい、どうも。というわけでですね、前回ですね、バレンタインデーで私チョコレートをいただきまして、あれがまあチョコレートがあったかどうかわからないですけれども。そうです。はい。で、私もお返しをしていこうと思います。ホワイトデーということで、バレンタインデーありがとうございました。はい、お返しでございます。もらえると思ってなかった。はい、あげますね。じゃあ、開けます。はい。せーの。はい。何ですか、ありがとうございます。うん、いや、うんこなわけあるか。はい、ホワイトデー言うて、うんこ開けるやつ折れへんやろ。誰がそれ YouTube 乗っけれるか、そんな後。これ何ですか？生子ですね。これ、赤生子でございます。赤生子ですね。高級食材でございますね。これなんか赤いの入ってるから赤生子。やってきました。これは内臓吐き出してますね。これ、生命の危機を感じたらね、内臓全部吐き出しちゃうんですね、生子はね。生命の危機感じてる。それは感じるでしょう。もうそろそろ食われますからね。これを、ホワイトデーに。はいはい、おめでとうございます。お返しでございます。誰がホワイトデーに生子を渡すんですか？いやいや、高級食材やで。でもまあスーパーでも売ってますけどね。これは、はい、私が食べる。はい、食べてください。せっかくなんでね。料理はまあやってください。頑張ってください。え、私料理できないですよ。できないですか、うん、ならね、私がちょっと調理して差し上げようと思います。おー、はい、これをじゃあ美味しく料理してもらうということで。まあまあそうやね。やった。はい、じゃあ生子食べていきましょうか。正直ちょっとあんま嬉しくないんですけど。そうやろうね。まあ人類初やからね、あのホワイトデーに生子あげるって多分いないでしょ。はい、ではね、一度私帰っても調理して持ってきますんで、ちょっと待っててくださいね。わかりました。はい、じゃあ一旦返してください。はい。はい、じゃあ調理していきます。レッツゴー。カモミールチャンネル。さあ始まりました、生子をさばきたい。私がコスモスでございます。よろしくお願いいたします。生子って本当に美味しいですよね。コリコリしてこの食感って何も変えがたいね。何かに似てる。何なんだね。ちょっともう喋れてないのでね、次に行ってますけれどもね、これ本当カットが早いんですね。これが包丁のこの切るのカットと、これね、若干かぶってる部分もありますけれども、大根おろしていきますね。大根おろしも早いですね。カットがあるから早いということで、次はおネギちゃんを切っていきましょうということで、非常にね、手際がいいですね。これやってるの私なんですけどね、自分のことを手際がいいなんかね、言っちゃいましたけれども、さあこれでハルピョンに、届けに行きましょう。ポン酢は朝日ポン酢。おい、じゃーん、はい、帰ってきました上司が。はい、じゃあね、食べさせていこうと思います。生子です。はい、出来上がりました。ここかな。いやまあね、確かにね、見た目はね気持ち悪かったりもするんですが、すごくね美味しいんですよ。ポン酢は絶対私朝日ポン酢でございます。ふんだんにかけてやろうね。いきましょうね。たくさんね、贅沢にかけていこうと思います。めっちゃかけますよ。ではどうぞ。ありがとうございます。はい、どうぞ食べててください。ついな、硬いですね。そうなんです、コリコリですごい美味しいんですよ。ホワイトデーに生子、いい上司を持ちましたね。ね、じゃあ食べます。美味しい。美味しいよね。では私もいただきます。うまいですね。うまい、美味しい、気持ち悪いけど。はい、じゃあホワイトデーにですね、生子をあげてみた、もらってみた、やってみましたけれども、いかがでしたか、もらった側は。楽しかったです。楽しかったってなんな。楽しかったってどういうことなの。嬉しいとか美味しいとかあるけど、まあ楽しいもありますからね。確かに楽しかったかもしれないです。不思議な気持ちになりました。味はいかがでしたでしょうか。美味しかったです。はい、じゃあ満足度で言うと星6つです。6つ。じゃあ相場は3か5やと思うね。何個中それは。それはもう相場にあります。どういうことなの。3個中6個とかではなく6つなの、うん、10点満点中6つ。分からんねんだから。というわけで非常に満足してるみたいですね。皆さんもね、ホワイトでまだ返せてないなっていう方がいらっしゃるんでしたら、ぜひね、生子をプレゼントしてみてください。きっと不思議でられます。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ほんまにナマコをもらったら多分トラウマになれるけどね。